サバイディコイス、リョウスケ、エンド、カルナ、マメコーチドゥ。今、ラオス語で自己紹介してみました。改めまして、こんにちは。大宮アルディージャサッカースクールコーチの遠藤亮介です。遠藤豆で覚えて、豆コーチと呼んでください。コーチは2年間、ラオスでサッカーを教えていたことがありました。もう一人、ラオス語を喋れるコーチもいるので、ぜひ、公式サイトのプロフィールから探してみて、誰か当ててみてください。今日、豆コーチからは、お家でできる簡単なストレッチを紹介したいと思います。では、始めます。せーの、ドー！はい、では早速やっていきたいと思います。足を伸ばしてぐーっと前に倒します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。本番ではゆっくり10秒から15秒数えてください。今は、紹介なのでどんどんいきます。違う国の言葉を使ってみても面白いと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ぐーっと開いてやってみてください。ヌン、ソン、サム、シー、ハー、ホッ、ジェッ、ペ、ドー、シップ。前です。できれば頭と胸がついたら最高です。次に股関節です。かかとをお尻に寄せて、開いてください。次にお尻の筋肉を伸ばすストレッチです。くるぶしをももの上に乗せてぐーっと体に引きつけてください。倒しても同じ引きつけてみてください。そしてちょっと腰をひねりながら、最後にももの前です。弓矢のようにぐーっと引っ張って、ももの前を伸ばしてみてください。以上、動画でストレッチ紹介でした。みんなも試しにやってみてね。